ペンターグラム。不透明な私をまとい、いつの日か変われると信じてた。わかんないよ、マニュアルもない、なぜかこぼれた涙。不透明な私をまとい、最初から始めるね。いつの これでいく。で、私に何の用？だろうね。正直私もビビったわ。こういうのはちゃんと口で言いなよ。ライムでとかやめな。言ってくれればちゃんと聞くからさ。くれた。私もそっちがどう思ってるかなんとなく気づいてたんだけどさ、なかなか言い出せなくて。バレバレだよ。あんだけジラジラ見られたら誰だって気づくわ。とぼけなくていいって。私のこといつもいやらしい目で見てるの知ってるんだよ。本当かな。じゃあ確かめちゃおっと。ねえ、見える？やっぱ見てるじゃん。素直になっちゃいなよ。私
素直な人の方が好きかもよ。ねえ、どうなの？本当は見るだけじゃなくて触りたいんでしょ？相変わらずノリ悪ぅ。てか顔真っ赤。ま、あんまいじめてもかわいそうだし、今日は許してあげようかな。答えか。うん、お前がそこまで付き合いたいならオッケーす。セリカ、ここにいた。めっちゃ探したんだけど。あ、そいつと二人で何してんの？ちょうどいいじゃん、セリカが転送したあれ。どういうこと？その、これまで以上に仲良くなりたいだって。金も、お前今までセリカと仲いいと思ってたの？ちょっと話しただけで勘違いとか、マジ勘弁なんだけど。セリカも言ってやりなよ。消するわけ。オッケーするわけないでしょ。正直ずっと迷惑だったんだよね。直接言えってそういうことだから。は？被害者面うざすぎ。あんたなんかが隣の席でセリカの方が被害者だっての。前からこいつの視線を感じるってうちらに言ってたもんね。うん、そんなことも言ってたっけ。さっきもセリカの胸覗いてデレデレしてただろ。廊下から丸見えだったんだけど。はいはい、言い訳すんなし。ねえ、もう帰ろう。しつこいなあ。いいよこんなやつ、行こう。うん、行こう行こう。あ、そういえば、お前の告白クラスのライムグループに拡散しといたから。ねえ、いいよ。
なんでもないし。お久しぶり。最近元気ないんじゃない？いいえ、私の会員よ。昔はちょっとでも嬉しいことがあったらすぐに連絡よこしてくれたのに。何かあったよね。差し支えなければ私に話してみてちょうだい。あなたも大変だったわね。やれやれ、どうしてこうも都会の女ってのは面倒なのが多いのかしらね。それは間違いないよね。ね、福岡の町で暮らしてみない？私の出版社で新しいプロジェクトを立ち上げててね、今とっても人手が必要なの。私の長年の夢でね、絶対いいものにしたいの。もし力になってくれるならもう100人力よ。その通り。もちろんあなたが心配なのは本当よ。中退？何言ってるの。こっちの学校に通えばいいじゃない。つてでバイト OK なとこがあるわ。そういうこと。授業を手伝ってくれるなら、家賃や光熱費もろもろ私が持ってあげる。その分きっちり働いてもらうけどね。悪い条件じゃないと思うけれど、どうかしら。この町に来ればきっと何かが見つかるはずよ。一からやり直してみない？いい返事、期待しているわね。この町に来ればきっと何かが見つかるはずよ。私に言いたいこと？全然いいけど、
そんな急すぎ。もう決まってるの？そいつと二人で何してんの？いや、なんでもない。
三大美人に数えられと福岡美人。目鼻立ちがはっきりしとって色白美肌が特徴です。やっぱり私たちのことだね。色白美肌の秘訣は日本海側特有の短い日照時間と DHA 豊富なお魚を食べる食生活と言われています。ちゃんと理由があるんですね。また美容への関心も高く、エステやネイルなどの美容系の店舗の数は全国でもトップクラス。それも福岡美人の秘訣ですね。見た目だけではなく内面も美しく、男性は立てて気配りが上手な気質だと言われた音です。私みたいにね。人と巡り合わせは一期一会。福岡町で皆様に素敵な出会いがありますように。ありますように。それではまもなく福岡空港に到着します。魅力あふれる町福岡は存分にお楽しみください。お楽しみください。最後にせーの、福岡水筒よ。イギスよ。あ、ちょっと何よこれ、全然 IC カード反応しないじゃない。ごめん先行ってて、絶対に追いつくから。さて次回の制服彼女は、出会った彼女は福岡美人、可愛いおいっ子、いつの間にかいい男になる、トップモデルの汗の匂いの3本よ。お楽しみに。しました。ごゆっくりどうぞ。福岡美人がいっぱい。ロミオ様いるんだが、私らをお出迎えしてくれてリオリコちん。
じだ。モデルの八尋美代じゃん。福岡のイメージガールもしてるんだっけ。そうなんよ、私めっちゃファンでさ、推しの顔が良すぎるんだぜ。七尾寺出てんぞ、初日からついてんな。やっべ、テンション爆上がりなんだが。つまりこの町のどこかにロミオ様がいるってこと。どっかにはいるんじゃない。まずインターン先に向かおうぜ。途中で会えるかもしんないよ。よし、ロミオ様と同じ空気吸いに行くぞ。繋がった。今どこ？地下鉄？今地下鉄にいるって。早く向かうわよ。そこで待ってて。まもなく1番線の電車が発車します。君じゃん。君を探してたんだよ。助けてくれたのが君でよかった。それは私が制服彼女だからだよ。ねえ、君は制服が好きですか？
やっぱり？君ならそう言ってくれると信じてたよ。私はユイ、好みユイ。これからよろしくね。とりあえずそこに座ろっか。モデルっぽい？清楚？嬉しい！もっと言ってもっと。
かる？これ全部実在する学校の制服なの。だからそこの生徒に見えるってすごい褒め言葉だよ。ここでコンスタグラム、通称コンスタの使い方を解説するね。コンスタは若い子に人気の SNS。 日常の話題やちょっと変わった出来事までいろんな投稿があるよ。コンスタに新しい投稿があると通知が来るよ。アイコンをタッチしてみて。
見たことない定食屋さんやラーメン屋さんがいっぱいあるよ。本当だ、せっかく福岡来たんだからこっちでしか食べられないもの食べたいよね。そうだね、なんかうどん屋さん多くない？この通りに何軒もあるよ。本当だね、ローラね、福岡って言ったらラーメンのイメージしかないんだけど、あのお店ラーメンちゃんぽん屋さんって書いてあるよ。どっちが本物なの？チェーン店以外でちゃんぽん売ってるのすごくない？初めて見た。かりんたちは一体どこへ向かえばいいの？早くしないと美術館の時間に間に合わなくなるよ。超ピンチってこと？もうとりあえずそこのうどん屋さん入ろう。じゃあ今度一緒に食べに来なくちゃね。事務所。じゃあ入ろっか。どうしたの？早く行こう。長旅ご苦労様。私の事務所へようこそ。このみちゃんも案内ありがとうね。いえ、任せてください。無事に合流できてよかったわ。疲れたでしょ？自由に腰掛けてちょうだい。しばらく見ないうちにこんないい男になって。若く見えるかしら。嬉しいわ。さて、来て早々申し訳ないけど、今日から協力してもらうプロジェクトについて一から説明するわね。その話なんですけど、来るまでに話しちゃいました。そうなの？制服の魅力を広める活動ってことも納得？あら、話が早い。どこから説明したものかと悩んでいたけど、さすがこのみちゃんね。制服を好きって言ってくれたんです。あら、制服の良さを分かってくれるなんて感激しちゃうわ。大丈夫、知識はすぐ身につくから。まずは興味を持ってもらうことが大事なのよ。なるほど、すごくいい質問ね。私、制服にしかない魅力に気づいちゃったのよね。私はこれまでファッション誌の編集者として数多くの衣服を取り扱ってきた。スタイリストもモデルも一流。でもなぜだかしっくりこなかった。
せられたのも、学生の間にのみ着ることが許された奇跡のような存在、制服の魅力に。それを広めるため、この出版社を立ち上げたのよ。ねえ、その通りよ。私も何をするか気になってた。初仕事、何を頼むかもう決めてるの。モデルの子をあと2人見つけてきてちょうだい。まだ協力してくれるモデルがこのみちゃんしかいないのよね。あと2人連れてきてほしいの。そしたら私もめっちゃ嬉しい。学年違いだと三姉妹ユニット作れていいわね。6月には第1号を発行するから、うかうかしてはいられないわよ。え、そうなんですか？うん、初耳。あと2ヶ月しかないよ。そういうことだからよろしくね。どんな子を連れてくるのかとっても楽しみだわ。あ、そうだ、これから仕事を共にするわけだし、ライム交換しようよ。私が QR ですね。私がユニコモか。今度はお互い読み込み画面にしてる。じゃあ私が QR 出すから読み込んでね。フレンド間で通話やメッセージのやり取りができるコミュニケーションアプリ。通知画面が出たら誰とトークするかを選ぼう。気になる女の子を一人だけ選んでね。トーク画面では通常シーンと同じでタップでトークが進行するよ。会話中にデートの約束をすることも。選択肢で行きたいデートの場所を選ぼう。ライムチュートリアルはここまで。引き続き制服彼女を楽しんでね。これで連絡取り合えるね。一緒に頑張ろうね。
いつでも行けます。バラシに入ります。君、大丈夫？ごめんね、風で飛ばされちゃって。君の言ういい匂いってこういう匂いじゃない？何をって私の匂いを嗅がせてるんですけど。ねえ、しっかり嗅いでみてよ。私からどんな匂いがする？今日はロケだから、勝負の香水をつけてきたの。これでタオルの件はチャラかな。受け止めてくれてありがとう。そういえば君、さっき撮影見てくれてたよね。撮影しててもちゃんと見てるんだよ。それに一目見た時から君のことなんか気になって。雰囲気なのかな。この辺の人じゃないよね。君、コンスタやってる？もし私に興味あったら見てみて。ヤヒロミオですぐ出てくるから。ミオ、車出すよ。はーい。
せっかくだし撮影見に来てくれた記念にプレゼントしよっか。なんてね、冗談よ。モデルの子をあと2人見つけてきてちょうだい。ヤヒロミオだよ。あの男の子に嗅がれちゃったけど大丈夫だよね。香水6、汗4くらいかな。ギリいい匂いのはず。大丈夫大丈夫。さーて、次回の制服彼女は、ドキッ、学校で運命の再会、ゆいママの水筒の中身、地球を食らう少女の3本。お楽しみに。